皆さんこんにちは、京文館の香川です。先週1週間ちょっと空いてしまいましたけれども、また今週、新しい新刊をご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まず1点目です。こちら先週の新刊になりますけれども、春秋社から刊行されましたキリスト教の本質でございます。著者はアドルフ・フォン・ハルナック、深井智明先生の役で お届けいたします。こちら文豪森鴎外の書籍かのようににも登場するドイツの最高の赤学でありながら、カール・バルトラによって葬り去られた悲劇の神学者ハルナックということで、鴎外が解読したという彼の神学に秘められた政治的暗号とは何か、当時ライプツィヒ駅に集う貨物列車は皆この本を満載していたと言われる、ベストセラーにして、キリスト教の革新と歴史を大胆な筆致で描いた彼の代表作を、読みやすい新訳で送ります。その神学の特徴と政治的メッセージを見事に解き明かすスリリングな解題を付されておりますということで、価格が4000円に消費税でございます。はい、続きましてこちらです。ミルトスから刊行されました天と地の上で教皇とラビの対話です。教皇フランシスコと、ラビ、スコルカというお二方の、対話を題材にした書籍になっております。本書は現教皇がアルゼンチンの大司教、枢機卿時代に親友のユダヤ教ラビとの間で交わされた対話集でございます。欧米でベストセラーとなりまして、教皇フランシスコの心情、信仰、人柄がうかがえる領書として、高い評価が上がっております。優れた冷静と知性の宗教指導者による対話が多くの難問を分かりやすく興味深く美しく解き明かすというふうな、内容になっております。価格は1600円に消費税でございます。はい、続きましてこちら今週刊行されました、歌集命の地球に、教文館からされましたけれども、著者は、東邦俊さんでございます。東さんは東洋英和女学院の副院長をされている方ですけれども、戦災孤児となった赤領佐、憧れを抱いて乱読した古代ギリシャ文学やアウグスティヌスの著作への思いなど魂に刻まれた自らの書籍を巡ります。キリスト者としての思索を言葉に託し独自の日本語の調べを奏でる詩歌とエッセイということになっております。価格は1500円に消費税でございます。はい、続きましてこちら、キリスト教視聴覚センターから刊行されました手話で福音を伝えようでございます。著者は小島光義先生ということでございます。聖書をテキストに手話を学ぶキリスト教手話の中級編ということになっております。クリスマス、イースターなどのキリスト教行事に用いることのできる聖句や、礼拝式文の手話訳をイラストで分かりやすく説明しております。またキリスト教用語作品も掲載していますので、大いにご活用いただけるのではないかと思います。御言葉を手話で表現するには手話知識だけでなく聖書の学びも必要です。本書は聖書の手話訳をすることで、聖書理解も深められる解説付きの充実した内容になっております。価格は、1500円に消費税でございます。またですね、今回こちらの、新刊刊行に合わせまして、長らく品切れとなっておりましたこちら、キリスト教手話入門優しい手話も久しぶりに重版されましたので、合わせてご活用いただけたらと思います。こちらは、600円に消費税となっております。はい、今週最後にお届けしますのがこちら、日本キリスト教団出版局から刊行されましたなぜ神は悔いるのか、著者はイェルク・イェレミアスさんですね。あと役者は、関根清蔵さんと丸山松さんのお二方でございます。人類創造を悔い、サウルを王にしたことを悔い、ニネベ滅亡を惜しみ、すべてを知りすべてを裁く超越者でありながら神が思いを変えるのはなぜか、ドイツの代表的旧約学者が悔いる神のモチーフから、旧約聖書における究極的には人間を救おうとする神の救済への意思に迫ります。価格は3000円に消費税でございます。はい、今週も、6点ほどご紹介をさせていただきました。また来週、新刊をお届けしたいと思いますのでお付き合いいただけたらと思います。暑くなってまいりまして非常に気温も上がってきましたけれども、熱中症などに気をつけて、また来週お目にかかれたらと思いますのでよろしくお願いいたします。